さんこんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今回は新潟記念の予想をしたいと思います。それではどうぞ。勝ち馬は5歳馬が4勝して2着4回、それに続くのは7歳馬で3勝して2着2回となっています。高齢馬が活躍しているなぁと思いがちですが、8歳以上となると残念ながらデータ上は馬券に絡んでおりません。また54キロから57キロあたりに高走馬が集中していて、トップハンデの 57.5 キロ以上ですとか最軽量の53キロ以下の馬はそこまで馬券に絡む割合は高くありません。負担重量の大きいダイワキャグニーやクリンチャー、反対に重量の軽いクラウンディバイダーやセンテリオにとっては気になるデータとなってきました。そして前走重賞組が9勝して2着8回、その中でもサマー2000シリーズに該当する小倉記念、七夕賞、函館記念で馬券に絡む馬の半分以上を構成しています。一方で前走オープン特別組は準オープンを勝ってここに進んできたという馬たちよりもどちらかというと少数派です。特にオープン特別からここで馬券に絡んだ馬はわずか2頭だけということで、少数しか上位に食い込めておりません。後輩とは提供してくれているものの確率は極めて低く、ダイワキャグニーを穴馬として検討していただけに少し躊躇したくなるデータとなりました。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は2勝して2着2回、2番人気から4番人気が極度の不振で5番人気以下で7勝と穴馬たちが大活躍しています。単勝10倍以上の馬が3着までに独占することが2回あり、去年は単勝1倍台のブラストワンピースが勝ちましたが、3着には単勝100倍オーバーの湘南バッハが入ったりと、とにかく人気サイドでは収まってくれません。馬連の最低配当は昨年の 12.5 倍ですが、4年連続で万馬券が出ていたり、3連複は10年中9年が万馬券、最低配当でも 63.4 倍となかなか順当には決まらないハンデ戦となっています。ですので人気馬から買うようでしたら穴馬に広く流したり、もしくはあえて人気馬を外す、そういうことはやりにくいですけれども、とにかく小点数でズバリと仕留めるのにはかなり難しいレースとなっています。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はユーキャンスマイルとしました。一見ステイヤーの指導戦ですので着質的にこの舞台は合わないんじゃないかなという声も一部ありますが、この馬の持ち味は安定した末脚です。新潟での勝ち鞍もあるなど、このコース自体も苦手ではありません。しかしながら問題は距離なのかなと思います。 2000m ですから長くいい足を使えるのは良さそうなんですけれども、前半のペースが速いものですから追走に苦労するとちょっとしんどくなりそうです。土曜朝の時点では5番人気でしたけれども、現在は2番人気、妙味がちょっと下がりそうなんですけれども、重賞戦線で実績を十分すぎるほど残せていますので、ここは実績重視の本命としたいと思います。対抗はレイエンダ。薄めのチークピーシーズが効果的面だった前走ですが、今回もつけるかどうかは微妙なところで、走ることに前向きな気持ちを邪魔してしまうのではないかなと、今回はバグをつけない可能性もあるそうです。前走で重賞でもやれることは証明済みで、コバになってお兄さんのレイデオロに追いつけ追い越したいならば、ここはあくまで通過点となりそう。ただそうなってくるとオッズ的には今週もかなりお安い決着になってしまうのが悩ましいところです。日曜日はまだ暑さも残るだけに、もちろん信頼を受けるジョッキーそして馬なんですけれども、ここは妙味的にも対抗評価までとしました。以下前残りの展開になった時には黙っていない松坂騎手のブラックスピネルも東京コースでしか実績はありませんけれども、妙味はものすごくあります。その他は進行勢力を上げてみたいと思います。カデナやセンテリオなど重賞実績組も買いたくなる気持ちはあるんですが、カデナに関しては実績があるのは右回りかつ小回り、センテリオについてもボバの重賞級を迎え撃つのはあとちょっとのポジションかなと思いまして、
今後はもちろん買いたいところなんですけれども、今回は見送りたいと思います。それでは買い入れです。霊園だから買う手もあるのですが、どう転んでも安いですので、このような改名としました。このように買うと、レイエンダ、ゆーちゃんスマイルの生まれんでも、なんとかギリギリがみりませんので、安心できるかなと思われます。ブラックスピネルあたりが残してくれることに期待を寄せてもいいかと思います。続いては、小倉2歳ステークスの予想です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきましょう。勝ち馬は、ボバ、牝馬ともに5勝ずつしていますが、副勝率に関しては牝馬の方が上です。4年前はボバで 1-2-3、 5年前は牝馬で 1-2-3 といった状況で、この舞台では金量と同様に互角な状況です。また前走で1番人気が7勝して2着4回、前走5番人気以下だった馬がここでは馬陣に絡めていません。牝馬戦を人気薄で勝ってしまった馬たちにとっては、ここでも続けて通用するとは限らなさそうです。そして1ヶ月以内に出走していても4�勝して2着も7回、中には連投で馬陣に絡んだ馬も2頭ほどいるということで、8月の小倉出走で新馬勝ちを収めた馬であっても、夏負けせずにここにエントリーしてきた馬たちは2走ボケしない限りは力を出せているというデータが出ています。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は3勝して2着も3回、2番人気が4勝して2着1回と抜けています。15番人気の大宮リスが勝った年以外は全て1番人気から3番人気が勝利を収めていて、人気サイドの決着も多いんですが、2着3着に大穴が絡んで高配当という場面も結構見られています。マレンの10倍以内は3度あるものの、反対に万馬券も2回ありますし、3連複の万馬券は6回、3連単の10万馬券オーバーは3回ですけれども、最近5年すべてで単勝20倍以上の馬が馬券に絡み続けているのがかなり気になるところです。昨年の13番人気アズマヘリテージや、4年前の10番人気の第1ターミナル、5年前の勝ち馬、15番人気の大宮アリスなど、近年やたらと穴馬の活躍が目立つのがこのレースです。人気どころを抑えたいところですが、穴馬たちの一発にもかなり気をつけておかないといけないところです。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はマイネルグリッドです。前走は各馬が外外回るところを内側を指して勝ち抜きました。コースの狭いところを通ってもビクともしませんし、何よりこの時期の若駒なのに真面目に走ってくれるところは大いに評価できることかと思います。ただ問題なのは左側に刺さる癖があるということ。前走はそれも考慮してうまいこと内を救えましたけども、今回内を救った場合、開催の最初重衆ですので、明らかに馬場が荒れている可能性があります。その点だけがかなり気がかりなところです。対抗はカイルコアナ。新馬戦は2着以下をちぎった勝ち方で、しかも本気で追っていませんでした。サンデーレーシングでここに駒を進めてくる馬というのは非常に珍しいんですけれども、レースセンスの高さは折り紙付き。ただこの馬もマイネルグリッドと違って今度は右側に刺さる癖がありますので、ハミを交換して口向きを矯正するトライアビット製のハミに交換するようで、これでまっすぐ走れるようになればもう鬼に金棒です。ここもクリアする可能性もありそうです。以下、このレース小倉の新馬戦やフェニックス将軍も十分馬券には絡めていますので、オッズが高くとも十分狙えるかと思います。特に全のジャスターや姫様はジョッキーの評価なんですかね、かなりオッズが高いので穴として期待したいと思っています。それでは開演です。本命と対抗からの変則馬連としました。穴馬も入れ込んでいますので、一発高配当もあり得ます。37だけが取り紙の組み合わせですが、ここは100円足すなどの工夫が必要かと思います。本命からの流しも考えましたけれども、どうしても最終週の馬場に適応できるのかが怪しかったので、
変則生まれとしました。さて、9月1日から始まる会社のビッグプロジェクトの準備がようやく終わりまして、秋競馬の開幕とともに私も動画に割ける時間が多くなってきました。副賞転がし企画はなかなかうまくいかないんですけれども、次回からのシリーズでうまくいかなければまた新企画を考えたいと思います。とにかく新規一点の秋を迎えるためにもいい夏の締めくくりにしたいところですね。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。